回のフルーツポンチのゆめかひーちゃんバーン。本日の企画は24時間 Uber Eats 頼み合いしてみた。イエーイ。 Uber Eats で24時間お互いのものを頼み合いしたいと思います。やりたかったやつやん。ね、でもね、ずっとやりたいって言ってたもんね。そうやりたかったやつ。自分が食べたいものが食べれるわけじゃなくて、うん、ゆめちゃんが食べるものだとしたら私が選んで買ったりして、うん、私が食べるものはゆめちゃんが買ってくれる。で、一応なんか値段の設定もあって、うんうん、500円、1000円、1500円、3000円4つの金額でやりたいと思います。はい、じゃあそれではやっていこう。フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内で発表されたキーワードを公式 LINE に送っていただけると限定画像や限定動画がもらえるので、ぜひ最後までその動画を見てください。お願いします。お願いします。朝一発目、はい、行きたいと思います。はい、行きます。これにする。分けていいですか。はい、どうぞ。あ、1000円いいんじゃない。立派な買い物ができるんじゃない。これにしよう。これなんだ500円。ねえ、500円。まあ朝だからね、うん、この時続くんで別々に、うん、頼んでいきたいと思います。はい、あ、ちょうど、はい、じゃじゃじゃん。何これ。おいしそう。おいしそう。いいじゃん。寂しいと思って買っちゃいました。2個買っちゃいました。はい、じゃあ開けますね。こちらターメリックライスです。え、どれだと。ターメリックライス3つです。え、好きじゃなかった。なんで知ってんの。しかも3個300円なの。1個で3つ買えた。いただきます。いただきます。うまっ。いや、おいしい。めっちゃおいしい。なんか逆に嫌いになりそう。いや、ごめん。すごいごめんじゃん。完食。いいね。フルーツポンチお昼の部ですね。はい、これだ。やったー。はいはい、やっと届きました。いきますよ。せーの、ビッグマックでーす。好きでしょ。早く嬉しい。ありがとう。いい食べっぷりですね。うん、うん、おいしい。はい、ごちそうさま。ごちそうさまでした。フルーツポンチおやつの時間も頼んじゃいたいと思います。3000円。500円。ありえない。頼みます。500円以外でお願いします。絶対500円当てる。じゃん。うーわ、3000円。うわ、やった。3000円だって。わ、やった。いいー。私がひーちゃんに頼んだんですこちらです。大根ピクルス。怖いんだけど。待って、これ何。これえ、今何の時間。おやつ。しかも何意味わかんない。意味わかんない。え、いやいや、2個食べやすからここ買いました。いや、ひーちゃん漬物好きじゃん。好きでしょ。じゃあいいじゃん、ひーちゃんの好きなものなんだから。ドーナツ3個セット。え、ピクルス1個1個セットがするものなんだ。そうやってどうぞどうぞ。あの、これと他にこの袋4つ届くはずだったんですが、うん、頼めてなかった。はぁ、1個しか頼めてなかったってこと。はい、おー、いい。どう、私のセクルス3人どうなんのよね。さすがに申し訳ないので、うん、夜ご飯に繰り越したいと思います。あ、マジで。はい、よかった。本当に申し訳ないので全然、うん、いただきます。めっちゃ美味しい。むかつく。でもお米食べたい。本当にお米食べたい。何何食べないの。飽きてきた。え、ふざけんなよ。よかった、12個買ってよかったかもしれん。まあ、やっぱ12個。やっと最後の一口もできた。せーの。うん、やっと。お子さんもでした。フルーツポンチお願いします。まあ、もうこれにする。じゃん。よっしゃ、500円。うわー、500円か。まあでも500円でも、まあ、上乗せされるので。私そうそうなんよ。じゃあ続いて私が引きたいと思います。はい、お願い。じゃじゃーん。1500円。初めて出たんじゃない。1500円。そうだね、お互い出てなかったね。うん、はい、はい、ということで夜になりました。はい、こちらサラダになります。まず
こちらだからね、まずこちらサラダになります。1500円分のもね、うん、そう、まだ、ね、まだあるまだある、あ、3個あるので、こちらオクラのサラダになります。ほうれん草のソテーになります。カラフルなサラダになります。これが4個全部で1500円分のサラダでした。何事？どんな使い方してんだよ。贅沢な1500円の使い方かな。ドドーン、ホットケーキ&ポテト。なんかどこしまたパンやん。2個目、じゃじゃじゃん、ポテトと見せかけてパンケーキもついてます。待って、これ嫌な予感しかしないんだけど。はい、ラストドーン。わー、絶対6個目。いただきます。いただきます。ねえ、ガチで言ってんの？いや、いいの？本当にご飯が食べたかった。あ、うまい。うん、でも多分ね、この時間の自信を超えてると思うよ、私一日で。まあ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 、大丈夫っしょ。なんかもうちょっときついかな、もう飽きたの。あー、わかる、同じものだと飽きるよね、うん、もう、私は しばらくパンケーキはいらない。うん、ごちそうさまでした。いつの間にか満たされました。うん、食べましょう。フルーツポンチ。お腹すいてきたよね。やる？夜食だよ。夜食。夜食いくぞ。でも本当これでパンだったらもう私怒るから、さすがに。せーの、じゃん。1500円。あ、待って、1500円。500円。だって喜んだの間違いや。1500円、ありがとう。許せない。ありがとう。はい、届きました。私が選んだのは、じゃじゃじゃん、ラーメン。やったー、ラーメン食べたかった。よかったー、喜ばれるとは思ってなかった。パンじゃなくてよかったよ、姉ちゃん。ひーちゃんは今日の言っていいこと覚えてますか？私に散々散々、朝昼パンで、昼おやつもドーナツで、夜パンケーキでしたよね。まあということで足しちゃったし、やだ。はい、こちらカレーパンになります。カレーパン、カレーパン、レモンのラッシー好きでございます。まあラッシー嬉しいね、普通に甘いし。じゃあいただきます。どうぞ召し上がれ。あ、うまっ。うまっ。いただきます。美味しいと思う。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。あ、よかった。あ、明日は絶対ずっとお米食べよう。やばいわ、やばい、これが罪だわ。フルーツポンチ。はい、じゃあこんな感じでね、夜食ものんびりこれから食べて、うん、はい、行くので、ここら辺で動画を終わりにしようかな。そうですね。そう、あとは2人の楽しい時間を、はい、過ごします。はい。はい、ということで本日のラインのキーワード、明日お米食べます。やっぱ食べたいんだ。食べたい。じゃあこの感じでお願いします。お願いします。はい、本日の動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。またこの2人でね、なんか頼み合いしてほしいなっていう人はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。お願いします。また明日の動画もお待ちしております。バイバーイ。